極楽行き合格。 昔、わしが生死をさまよった恐ろしいものを見たんじゃ。そう、地獄。一体地獄とはどんなところか、これからお前たちに見せてやろう。 人は死ぬと、その瞬間、暗黒の世界へ落ちてゆく。果てしなく続く暗い暗闇、闇の一本道、たった一人で歩いていかねばならん。 この世を砕く試練の山、険しい山坂を越えると三途の川が流れており、良い行いをした者は楽に渡れるが、悪人は渦巻き荒れ狂うところを渡るのじゃ。 その思いで川を渡ると、そこで待っている達也婆は、裸にされて河原を進むと、なんとそこには 立派な都があるのじゃ。宮殿には閻魔王をはじめ
10人の裁判官が待ち構えておる。中でも地獄を牛耳る閻魔王の裁きが一番恐ろしい。見ろ見ろ、この上張りの鏡、お前の前にありのままの姿が映し出されるのだ。嘘をついても無駄じゃ無駄じゃ。生き物を殺すと体を刻まれ、人を騙すと釜茹でに。悪いことをした報いじゃ。丸口、杖口は針の山で串刺しに。盗みをした者は矢振りに。人の話に耳を貸さない者は火の車に。人の親切をありがたく思わない者は辰の口に閉じ込められる。いくつもの罪を重ねていると、一度入ったら最後永久に出ることのできない無限地獄へ落ちるのじゃ。無限地獄は恐ろしい。だがもっと痛ましいのは、親より先に死んだ子供ばかりが集まる祭の河原じゃ。子供らは小石の塔を積んでおり、積み上がればまたこの世に戻れるからじゃ。泣きながら小石を積み、できそうになると鬼が潰してバラバラじゃ。ああ、哀れな子供らよ、塔は永遠にできん。親には二度と会えぬのじゃ。子供たちよ、命はたった一つきり。なくしてしまえば元には戻らんぞ。このように地獄にはいろんな罪で多くの人間が苦しんでおる。だが良い行いをした者はお地蔵様が救ってくだされ、お前たちの中に地獄に落とされそうな奴はおらぬか。こんなところへ行かぬように、お前さんたちも悪いことをするなよ。他の人を悲しませてはならん。そして何よりも自分自身の命を大切に大切にするのだよ。